日高さんのおうちでラジオ @YouTube。 皆さんお元気ですか？日高のり子です。私はね、ちょっとあの季節のね変わり目に弱いところがありまして、まあ、大したことではないんですけど、なんかねちょっと疲れてるかな、疲れが抜けないかなっていう感じがあったんですね。で、思い出して神谷明さんからあの高麗人参のカプセルをいただいたんですよ。くんくん匂いを嗅ぐと高麗人参の香りとニンニクの香りがするんですけども、これがね疲れにいいということなので、今朝晩1錠ずつ飲み始めたら元気100倍ね、アンパンマンみたいな感じになってますけどもさて、いよいよですよね、10月23日土曜日の豊洲ピットで開催します日高のり子40周年記念ライブフェス第2弾ノーフェスハロウィンパーティー。先週第2弾の出演者としてアニメ日暮らしの泣くコロニーのテーマソングを担当しているアニソンシンガーあやねちゃんの参加を発表させていただきました。ね、今日暮らし見るとね、あやねちゃんのねミュージックビデオが流れてるんですけど、あのバスタブに中に入っているくるくる回ってる感じのやつね。あやねちゃんですとか、それからアルスマグナのねノンフェススペシャルメンバーの代表の方たちとお話しする機会がね実はねありました。はい、そしてねメグともねちょうどあの名探偵コナンのアフレコで、まあ、初めてぐらいに灰原愛ちゃんと世良真澄が会話するっていうシーンがあって、なんかねメグと久しぶりにこう会話をねその役を通してするっていうのもねすごく嬉しくって、なんかワクワクするなと思いながら、でその時にちょっとねあのノンフェスの話なんかもしたりしたんですけれども、いやなんかね参加してくれるみんなが楽しそうみたいな感じに思ってくれていて、でメンバーを見てこのメンバーだったら楽しくできるんじゃないかっていう風に思ってくれてるところもあるみたいで、そんな声が聞こえてくるのがねお声かけさせていただいた私としては本当に嬉しいなという風に思っております。絶対に当日はねめちゃくちゃ盛り上がると思いますよ、ステージ上本当に。だからきっとこういうイベントに参加したことがないという方でもねきっと楽しめるんじゃないかなっていう風にねあの思っております。ノンフェスハロパのチケットはただいま E プラスローソンチケットチケットピアにて第2次抽選選考申し込み受付中です。詳細はのりこひだか .com でご確認ください。早速当選した方からメールが届いてますのでご紹介しましょう。東京都のトップギャランさん、ノンフェスハロパチケット当選メール届きました。嬉しいです。開催発表聞いて先行チケットに申し込んで当選して参加が決まり、どんな内容なのかいろいろ妄想して当日を待ちたいと思いますなんて考えていたら、そんなに遠くじゃなくてすぐじゃないですか。のんこさん準備は進んでいますか？ということで、ただいまですね、セットリストを検討中でございます。あとはね、やっぱりメンバー同士の出演者同士のコラボをどうしたらいいかとかね、今日スタッフが清水信之さんとちょっと打ち合わせなどもされたので、で、あの清水さんはもう本当やる気満々で、あのもしもあの必要があればですね、あの出演者の方と会って打ち合わせさせていただいても OK ですよなんて言っていただいて、本当に回を重ねるごとにどん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 清水さんが前のめりになっていくっていうところが感じられて私も嬉しいところです。はい、楽しみにしててください。そして愛知県の西蔵法師さん、ノンフェスのチケット当たりました。山口勝平さんや佐久間玲さんは予想していましたが、そのお二人に加え林原めぐみさんも参加されるとしてとても楽しみです。コスプレは何を着ていこうかと悩みますが、地方からの遠征ですのであまり凝ったものはできなさそうですって。いやいや、あのね、そんなにねあの凝ったものをされなくて全然大丈夫というか、あの皆様に嬉しいお知らせなんですけれども、その豊洲ピットにはねコインロッカーがなんと1500個もあるそうなんです。だからね、そのお荷物を抱えて会場に入らなくてもお荷物を預けてね身軽な形でご覧いただけるっていうことなので、いろいろなね小道具を持ってきていただいて大丈夫かと思うんですけども、ただねあのコインロッカーは1500個あるんですけれども、その全身着替えられるようなスペースはないっていうことなので、やっぱりねコインロッカーのところは男女一緒な感じになってますので、そこのところちょっと難しいかもしれないので、例えば何でしょうね、あのメイクをしてみたりだとか、あとはこう頭に何かつけたりとか、なんかあのそういう何でしょうね
小物類で着飾っていただけたりとかしたらいいのかななんて思いますけど、まあ、私が何か言うよりも皆さんの方がきっと慣れているので、あのそうか、あの着替えるスペースは特別にはないんだなと思って、ただコインロッカーは1500個もあるんだなと思って、だったら何を持っていくのがいいかなと思って、選抜衣装、選抜小道具でぜひ参加してください。こちらは大阪府のゆいちゃん、ノンフェス第2弾ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです。私が大好きなランマ2分の1のキャストの皆さんが出演されるなんてもう夢のようです。特にランマの中でもあかねちゃんとランマが大大大好きなので、山口勝平さんも出演してくださることが嬉しすぎて、しかもいつかお二人で歌っているのを見たいなと思っていたあの曲を歌っていただけるかもしれないなんて、嬉しすぎてすでに涙が出そうです。他の出演者の方々も豪華すぎて本当に楽しみで仕方ありません。ただ残念ながら東京まで見に行けそうにないので、配信をしていただけるととっても嬉しいです。どうか配信の検討をよろしくお願いいたします。ということで、配信に関しましてはね、やっぱり今回のメンバーがメンバーなだけに、絶対見たいのでも行けないのっていう方たちからですね、たくさんリクエストいただきまして、配信希望です、のんこさん配信してくださいとね、あのたくさん目にしましたし耳にもいたしました。でこちらの方なんですが、今回も配信が実施できるようにただいま検討している最中でございます。次回更新までには詳細をお伝えできると思いますので、もうちょっとだけお待ちくださいね。それからのんことのべたのアニメスクランブルでは、来週以降ノンフェス春パ出演者が何名かゲスト出演してくれますので、こちらの方もお楽しみにしてください。のんことのべたのアニメスクランブルは毎週水曜日の17時30分文化放送超 A&G プラスで放送中でございます。日高さんのおうちでラジオ、おうちでラジオ、おうちでラジオ。さあ、それではコーナーの方に行きたいと思いますが、新コーナー、熊に噛まれるよりまし。今回も皆さんのお気の毒を浄化したいと思います。この熊に噛まれるよりまし、毎回頑張ってますけれどもね、評判の方はどうなんですかね。日高さん頑張っている場合にはちょっと寂しいのかもしれませんが、でもこうやってメールが届いてるってことはね、あのお好きな方は気に入ってくださってる方がいらっしゃるっていうことで、今日も張り切っていきたいと思います。石川県のさくらさんから、入学してからコロナで部活参加5回だけ、夏休みに頑張るぞと思っていたのに活動中止ということだけど、わかるわかる。夏休みって言ったらね、もう学生さんは部活動に燃える、そんなサマーバケーション、それぞ青春ね、それぞ燃え尽きたいという気持ち、わかりますよ。だけど、クマに噛まれるよりもし、クマに噛まれるよりもし。さあ、続いては大阪府のミッドナイトカボさんから、同僚から飼い犬のチワワが土佐犬に噛まれたので今日仕事休みますと電話があったそうだけど、これさ、土佐犬って相当よ。なんて言ったって犬なのに横綱みたいな回しみたいのつけてるのよ。戦う犬よ。これはお気の毒。でもね、クマに噛まれるよりもし、クマに噛まれるよりもし。福岡県のマナチーさんから、腕が細いので機械の血圧を測ってもいつもエラーになっちゃうそうだけど、腕細いとエラーになっちゃうの？初めて知った。機械のやつよね。プシューってなるやつでしょ。あれ相当きますよ。でも、もうそれでも腕の方が細くて、もしかしてスルンって抜けちゃったりするぐらいなのかな。でも本当は測りたいんだよね。わかるわかる。でも、クマに噛まれるよりもし、クマに噛まれるよりもし。はい、ということで、クマに噛まれるよりましのコーナーでは、お気の毒な気持ちを浄化しますので、皆さんの不運、不幸、数奇な出来事をお待ちしております。余談ですが、私はですね、挟むタイプの、脇の下に挟むタイプの体温計だと必ずエラーになります。私ね、脇の下がめっちゃ冷たいの。エラーになってみたら4度南部とかってなってて、ねえ、なんで私の脇の下冷たいんだろう、謎でございます。でも、クマに噛まれるよりマシ、クマに噛まれるよりマシ。さ
さあ、ということでそろそろ別れの時間なんですが、最後にもう一つだけメッセージをご紹介しましょう。岡山県後ろの照明エッチマルさんからいただきました。のんこさん、お久しぶりです。と言っても覚えてないかなって、覚えてるに決まってるじゃないですか。このインパクトのあるねペンネーム。青春時代から早30年以上、私は医療機関で20年以上働いていますが、ラジオがやっぱり好きなので今もラジオをよく聞いています。のんこさんも大好きなので、かけながら応援していますよ。ありがとう。コロナの影響で去年から医療機関は本当に大変ですが、スタッフ一丸となって頑張っています。のんこさんのライブ、関西でもまたやってくださいね。のんこさんにまた会える日を楽しみに仕事頑張ります、ということなので、本当にあの医療機関にね、あのお勤めの皆さんはね、本当に大変な日々を過ごしていらっしゃると思います。お仕事に疲れてね、その人を助けるためにということをね、あの心の中に、掲げて、携わってくださってる皆さん、本当にね、あの辛いことも苦しいこともして、体が本当に疲れてしまうこともあると思います。どうかお食事の時間であるとか、それからお風呂に入って眠るまでの時間であるとか、そういうなんか自分のことを考えたり、目の前の食べ物おいしいなって思えるとか、なんかそういうなんかささやかな喜びみたいなものをね、大切にしていただけたら、なんか少しこうほっこりした癒しが生まれるのかなというふうに思っております。一人で過ごせる時間も大切にされてくださいね。いつもありがとうございます。さあ、この番組では皆さんからのメールをお待ちしています。メールの投稿は公式サイトのメール投稿フォームからお願いします。この後、日高のり子オフィシャルメンバーズスマイリングの皆様だけにお送りする特別編、日高さんのおうちでラジオアットスマイリングでは、ドラマ出演したボイス2、彼女は綺麗だったオンエア終了を記念しまして、出演者の皆さんとの裏話でもご披露しましょうかね。日高さんのおうちでラジオアットスマイリングを聞くには、オフィシャルメンバーズスマイリングへの会員登録が必要となります。この機会に登録をお願いします。今回もお聞きいただきありがとうございました。次回の更新は9月30日の予定です。お相手は日高のり子でした。日高さんのおうちでラジオ@YouTube。